で、もし感謝を言いに来てくれたなら大丈夫ですよ。やっぱり君は里いね。けれど私の熱量まではわからないようだ。ありがとうスカイ、私のデートになってくれて。私の目に狂いはなかったよ。君は最高のトリックスターだった。あの歓声が答えさ。きっとみんなの素敵な思い出になったよ。本当にありがとう。強引に誘ってごめんね。謝らなくていいですよ。条件に乗ったのは私だし、そもそも富士山は多分、まあシャカールさんの意外な特技とか知っちゃいましたしね。彼女にもちゃんとお礼をしなくちゃね。来週からたくさん模擬レースを主催することになりそうだ。さすがにポニーちゃんたちが心配しているかな。私は戻るよ。じゃあ、あ、そうだ、私も富士山に言いたいことがあったんでした。ちょっとお耳を拝借。ドレス綺麗ですよ。素直に言えなくて、本当に女神みたいだったから。なんでー、はい、サプライズ大成功。いやー、どっかで巻き込まれた復讐はしたいと思ってたので、イケメンせいちゃんでした。ってわけで、そろそろ時間じゃないですか。スピーチ頑張ってくださいね。じゃあ、お、びっくりした。照れるくらいならやらなければいいのに。でもすっかり気持ちを切り替えられたみたいだね。よかった。他領の領長だし、おせっかいだとは思ったけれど、あんな姿を見かけてしまったらね。さて、素直じゃないデートもやっと褒めてくれたことだし、最高のスピーチを届けないとね。